始めろや。はい。KT さん、うん、おそらく学生さんだと思うんですが、うん、ちょっと KT さんの相談です、うん。マジで腹立つ女がクラスにいます。すぐに泣くし、うん、泣かしたら悪者になりそうやし、うん、どうしたらいいですか、うん、女にキレるにはダメですよね、との相談です。学生か。学生だと思いますね。いや、これは言っとくけどな、はい、女っていうのは男をムカつかせる本物のプロフェッショナルなんだよ、はい、あのな 女と男 その脳の構造というか、はい、感覚の構造というかそのセンスが圧倒的な違いがあるんだ、はい、男はもう女の発言にも向きになるような作りになってる。そして女はそれをもう冷静にイケシャーシャーと男をこう怒らすようにもう口じゃ絶対書けないんで、はい、俺も小学校の時に、はい、クラスメートの女の子で、まあ、俺に気があった子がいるんだけど、はい、その子があまりにも生意気なこと言うから、まあ、一回担任先生の近くでふざけんなブスコがやろうって、まあ、ちょっと一回かましたことあるんだよ、はい、そしたらその子が泣いちゃってその時、まあ、担任の先生に俺ももう、バシバシバシって殴られて、まあ、普通だったらそこでいつもの俺だったらてめえってなるんだけど、はい、その先生が、まあ、素晴らしく、女の子にだけはもう絶対やめろと。うん、でそれが俺はもう小学校の時に痺れて結構、はい、ガツンと、そういうもんなのかって思って、まあ、痛く反省したことがあるんだ。あ、そうなんですか。で、まあ、今だからわかるんだけど、それはありがたかったと思うんだけど、うん、で今俺うちの嫁さんとも喋ってて思うけどもう脳が違うんだよ。だからそのあなた正解って感じ、もうムカつくの、もう殺したいことにムカつくの女っていうのは、はい、でもそれでいちいちムキになってたら、はい、結婚なんかできないし、うん、そこをもういかにグッとこらえて笑顔で、はい、そっかそっかってあんたの言うことが正しいよって白い歯見せてキラーンってやってる方がいいよマジで、はい、勝てねえから女性には。なるほど。その代わり俺も小学校の先生の話に戻るけど、はい、その日の当日じゃねえな後日、はい、その先生がこうやって教室の奥の机でちゃんともう寝てるとこ俺 BB 弾のマシンガンでバシバシバシって撃ったあ俺のこと殴りやがって頭バーバーバーって撃ったんで、はい、そういう感じで BB 弾でやり返すBB 弾で